サンセバスティアン大聖堂は、スペインバスク州ギプスコア県サンセバスティアンにある、ローマカトリックの大聖堂。正式名称は前期羊飼いの大聖堂。サンセバスティアン市教区座の所在地であり、パンプローナ・トゥデラ・ヒロツカサ教区座に属している。19世紀末にゴシックリバイバル建築で建設され、1953年に大聖堂として宣言された。 1881年には、サンセバスティアン教区が設立された。スペイン王室は、サンセバスティアンを、夏の首都としていたが、1888年9月29日には、スペイン王妃、マリア・クリスティーナらの列席の下で組織の布説が、行われた。式典の議事録にはまだ2歳4ヶ月だった、アルフォンソ13世の署名がなされたが、これは、 アルフォンソ13世が公式文書に初めて言った署名である。建設の式は、ホセイグナシオムニーレアギーレが取った。大聖堂は9年後の1897年7月30日に奉建され、やはりマリア・クリスティーナやアルフォンソ13世が列席した。戦闘は1899年に完成している。1949年11月2日には、 ビトリア教区からサンセバスティアン教区とビルバオ教区が分離し、1953年7月30日には大聖堂の地位を得た。ありがとうございます。